富山県立中央病院は富山県富山市西町校にある医療機関。富山県病院事業の設置等に関する条例に基づき富山県が運営する病院である。病院の設置目的は県民に対し高度の医療を提供するためである。富山県東部の中核的な医療機関であり、地域医療の中心的役割を果たしている。県内で 救命救急センターを有する病院は、高岡市の厚生連高岡病院と当院の二つのみである。また、災害拠点病院に指定されている、第一種感染症指定医療機関、第二種感染症指定医療機関である。2015年8月24日には、当院を基地として、富山県は、北陸地方で初めて、ドクターヘリの運行を開始。それに先立ち、 岐阜県とドクターヘリの富山県と岐阜県、日田地区北部との共同広域運行について2015年7月10日協定を締結し、同日より連携運行も始まった。岐阜県側の運用地区は高山市、日田市、大野郡白川村の西一村となる。運行は鹿児島国際航空と静岡エアコミュータに委託している。ありがとうございます。